行くぞ。競馬行くぞ。競馬行くぞ。ということで、今日は、ついにオークスと、ね、ちょっとツイッターとか配信でも言ったんですけど、YouTube の収益を、これメインチャンネル分、約3、ま、あれ、これ言ったらあかんのかな。約30ホニャンゲン分を、まあ、今んとこオークスで突っ込もうから、イングランドアイズにね、突っ込もうかなと思ってるんですけども、まあ、気が変わって、わけのわからない新潟にゴレースとかで、まあ、突っ込むかもしれないんですけども、まあ、あと今日、京都競馬ちょっと行こうとしたんですけどね、昨日友達の結婚式あってね、4時間ぐらいちょっと運転して、疲労困憊なんで、ちょっと家の近くの、今日は姫路競馬のね、ウィンズで、行ってこようと思うので、皆様よろしくお願いします。さあ、行ってみよう。引かれて収まります。また風が強くなってきた新潟競馬場、ゲート入り完了。スタートしました。まずは14番マイネルエール出ていきますが、並んで押して上がっていく3番エターナルピース、今度は先頭に変わります。10番のエターナルタイム、リードは縮まってほとんどなくなって第4コーナーは回ります。さあ今度は先頭に変わった2番ハリウッドヒルズ、先頭に変わって直線に向いています。その外には6番パノティア、前2頭並んで後続を離す。3番手は5番のカメハメハタイム、さらには8番サンマルクレイジー、そして大外を通っては15番のカールスモーキー、広がっていきますが、先頭6番のパノティア、2番ハリウッドヒルズ、外から一気に15番のカールスモーキー捉えた。15番のカールスモーキー抜けて氷、14頭ゲートの中スタートしました。まずは一段の飛び出し、7番アンジェリーナ、内から3番エクロール先頭に変わって、その他は横一線で14番サトノリーベ、さらには11番ショショローザ先頭に変わります。さあこれから4コーナーカーブ、比較的固まって第4コーナーから直線に向いています。先頭は11番のショショローザ、リードは1馬身ほど。2番手は4番ジューンレインボー、さらには14番サトノリーベ、さあ横に広がってきた。さらには13番湘南ナダルです。さあこれから内回りとの合流地点ですが、先頭は11番ショショローザ、まだリードを保っている、体半分から1馬身リード。2番手は14番サトノリーベ、左右内からは3番エクロール、さらに外からは7番アンジェリーナ、そして大外を通って8番チョッピーも追い込んでくる。その内側に9番ビスパメンテ、伸びはどうか。先頭は11番ショショローザ、2馬身のリード。14番サトノリーベが2番手、3番手は接戦になりそうだ。先頭は抜けた。11番ショショローザ振り切って氷、いいよこれマジで来た、絶対来たと思った。さすがあの直線の手応え、えぐい。しかも一番人気ないからね、このまま来たら190か180とか、そんぐらいだったと思います。まあたらればなんですけど、いやーえぐいわ、ちょっとやれてなさすぎる。しかも今日新潟しかしてないんですけど、2レース連続、4着4着と。しかも昨日から見てこことここはちょっと勝負しようと思ったとこが、全部外れて今マイナス30万円と、全くやれてないんですけども、まあ、ちょっと落ち着いてちょっとメイン3レースですね、勝負していきたいと思います。今日はまあ、オークスもあるんでね、オークスの方は、YouTube の収益全通しようと思います。はい、まあ、かなり熱い勝負なんでね、まあ、ちょっとクーラーガンガンにして、ちょっと10分ほど寝ます。おやすみなさい。
収まりました。全馬ゲートに揃います。スタートしました。ボルザコフスキーが後ろからになりました。後方コーラッシュから5番セッタルダスト、今日も逃げていきました。外からスーッと15番アンステイに上がっていきます。前2頭、さらには14番ミスモニーだ。4コーナーをカーブして直線に出てきました。4番で集団固まって、間からは湘南アレスファロロジー、最内は昇竜レーブ、残り400を切って、外目からの追い込みは17番シュベルトライテン、フミロア、その後ろ集団外目に持ち出して、馬群の中はデュラモンド、外からは6番のアルトシュタットに12番グッドマックスが伸びてくる。200を切りました。先頭粘る。しかし5番のセッタルダストリーを2馬身、2番手以降1段18番フミロアが持ってきて、これに連れては追ってきた湘南アレス、外から16番のペイシャフェスタ、ペイシャフェスタ内外広がってゴールイン。5番セッタルダスト、最後には8番デュラモンド、9つペイシャフェスタ内外広がってゴールイン。5番セッタルダスト、最後には8番デュラモンド、9つ収まってゲート入り完了です。スタートしました。まずまず揃っています。まずは2番マウンテン娘出ていきますが、打ち出しに馬体を寄せて先頭に立っています。2番手は固まって押して押して、12番シンシティ、さらには14番のスマイルミュ、内からは4番スワーブシャルル、6番ライオンボス、かわして上がっていく16番スティックスです。その後ろ9番ハーモニーマゼランで、さらには11番ときめき、その後ろも固まって7番ビアイ、5番レジェーロ、10番スイートクラウン、13番メディーバルです。そして15番チアリングソング。さあ残り半分を迎えますが、先頭は広がっていますが、2番マウンテン娘、しかし外から9番ハーモニーマゼラン、さらには12番のシンシティ、大外は16番スティックス、さらには11番ドキメキも追い上げて、さあ外の各馬になるのかどうか。先頭最内2番マウンテン娘、しかし外から接近する11番ドキメキ、先頭に変わったか。13番メディーバル、さらには16番のスティックス、1番ファイアダンサー、広がってゴール。13番メディーバルか、1番のファイアダンサー、言うたよな、わしゃメディバル言うとんや。一瞬の静寂の中、イングランドアイズ収まりました。スタートしました。リバティアイランドスタートを決めています。先行争い、内から2番ライトクォンタムが出ていきます。そして4番君の名マリア、18番イングランドアイズも3番手外に上がりました。1番ラベル先段につけました。インの4番手から3番手スタンド前通過、その後ろ控えて6番ゴールデンハインド先段の後ろ、この後からは8番レミージュ、5番リバティアイランドは中段の位置取りとなりました。4コーナーをカーブして直線、逃げる2番のライトクォンタム、ラベルが外に出して合わせに行った、離れた外から残り400を切って
イングランドアイズ、馬場の真ん中に持ち出して一気にリバティアイランド伸びてくる。その後ろからはハーパー、中段意味をさばきながらコラコースと外から新緑化、大外はソーダズリング、そして13番ドゥーラ追ってくる。200を切りました。先頭入れ替わった。5番リバティアイランド堂々先頭、3馬身4馬身と差を広げていく。2番手ラベルが粘れるか、迫るハーパー、さらに13番ドゥーラ完勝、リバティアイランドゴールイン。2番手は接戦、12番ハーパー、13番ドゥーラ、この2頭2着。帰宅しました。えぐいことが起きました。こんだけ今日持ってたんですけども、人生初っすね、人生初めて、こんなに勝ちました。しかもツイッターで先出しして12番人気が1着とか11番人気が2着とか、ちょっと訳がわからないですね。なかなか、こんな勝つことないんで、ちょっと冷静にはなれないんですけども、えぐいぐらい勝ちました。マジで、もう、ちょっとえぐいしか言葉出ないですけども。G1 は全く当たってないですけども。新潟のメインと、東京かな。今日東京か京都の10レースで青みたいに勝ちました。えぐい。まあこれは全部またギャンブルに消えるんでね、まあ1円も残すことはないんですけども、これからもちょっと今年3万2000人いったんで、皆さんのおかげで、まあ冬までに5万人だな、冬までにちょっと5万人いくように頑張るんでね、もっともっと僕はただただギャンブルするだけなんで、よかったらチャンネル登録だけよろしくお願いします。それでは皆様ありがとうございました。来週こそはちょっと G1 出よう、来週こそは G1 出ましょう。それではちょっとご褒美でちょっと焼肉ね、久しぶりに食べていこうかなと思います。バイバイ。